はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は浄土真宗本願寺派宮本直司さんをゲストにお迎えした2021年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も宮本直司さん、ナンシーさんとおしゃべりをしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、昨日はナンシーさんと野田先生、仏法との出会いをずっと伺ってたんですけど、その薬剤師をされながら、そこはそこで一生懸命お仕事されてるんですけど、また全然違う時間軸で、その仏法の時間も持っていたと。それがそうですね、その後やっぱり今回ぜひ伺いたいところでは、人生の大きな転機となった、ね、ご自身が、癌に、はい、かかられるっていう、はい、そこ、それまでもずっとそういう会ですよね、行ってました。はい、で、かつご自身は薬剤師として。そうです。で、じゃあそこで転機となるその病気、がんっていうのは、ね、年でいうと何歳の時ですか？47、48かな、そんなもん。78ですね。2007年でしたね。うん。で、そこに行くまでも阪神・淡路大震災。ああ、そうですよね。あれも経験はしてて、野田先生、しばらく、うちとこもいわゆる電車の高架が落ちたり、なんか高速道路で倒れたりする、あの地区におったので、うん、全く野田先生が行けなくなったんですけども、なんかいろんな人に声かけていただいたよりも、それこそ半年ぐらいしてからかな、やっと行けたのが、名古屋に行った時に、なんかこう、黙って手を合わせてくださってね、ってため息ついてくださった。あのため息の中に全てが入ってるなって、うん、私のことを思っててくださったなって、っていうような感じで、そこからまた仏法が、仏法の会にまたちゃんと復帰して、いろいろ聞くようになったんですよね。うん、で、2007年になるんですけども、なんとなくお腹の中というか、いわゆる具体、どこかわからないんですけども、なんかこう、ぐっとなんか下からなんか握られてるみたいな、なんかそんな変な痛みがあったんですよ。うん、なんだろう、これって。肩甲骨の裏が凝ってんのかなとか言いながら、でもなんか旅行に行った時でも痛くて痛くて、あかん、動けないっていうようなことがあって、で、10月、11月頃になってだんだんその回数が増えてきて、これは何かおかしいって思って、病院の健康診断が1週間後にあったんですけども、それを待たずして内科を受診したんですよね。で、その時に、宮本先生、病院では宮本先生って呼ばれるんで、はい、宮本先生、胃カメラしたことあるの？いや、ない。飲んでみよう、多分逆流性食道炎やからって言って初めて胃カメラをした、その流れの中でがんっていうのが見つかって、逆流性の食道炎じゃなくて、がんだった。で、初期だと思ってて、結局回復はお腹を開けて手術してみたら初期ではなくて転移もあって、で、リンパも飛んでてっていうような状況で、初めてなんか自分が死ぬっていうことを真正面からイメージしたんですよね。その時にいろんなことがあったんですけども、妻も子供も、子供中1中3でしたけども、きっと大丈夫、私がいなくなった後でもなんとかやっていける、
じゃあ自分が亡くなって、このまま亡くなって後悔することなんだろうって思った時に、野田先生みたいに仏法をきちんと勉強してないことだ。おお。それだけだって。そっちだったって。そうなんです。自分の、うん、私の中ではそこだったんです。それから、生きてるかどうかわからん。寺の子でも何でもないし、本当になんか浄土真宗の方でよく唱えられる正信偈という、お経でさえ全くわかんない。化学の薬学部を受ける周期律表と全く同じ感覚です。何にも知らないでそこからスタートして、中央仏教学院っていうところの通信で受けて、はい、で、まあ仕事しながらでしたので、まあお経っていうのは、大阪の北御堂の方に週3日ぐらい夜何時間か通っていろんなお経を覚えて、いわゆるこれをしなさいよだけでなくて、いろんなお経を僕は学んでいきまして、で、それも、ある程度、呪文ではなくて、意味が分からなければ嫌だ。って思って、いろんな本を買って、そこの部分の意味が分からなければ、語源まで戻って、どうしてここはこの感じなんだ。会うっていうのもいろいろ会う。会合の会もあったり、集合の合もあるし、で、ここで使ってる偶然の合みたいな、何なんだ、この感じは。って読み解いていったときに、ああ、この合の教はこれが言いたいのか、だからこの文字なのかっていうような発見、ある意味その、歎異抄の時みたいな発見も伴いながら勉強していて、で、専修課程の3年をそのままストレートで卒業して、で、浄土真宗本願寺派のお坊さんになる。うん。というところの歴史が一つ出来上がります。うん。その、がんを経験、きっかけにですね、その時はやっぱり、その、死を、自分の死を意識されたっていうことを、まあインタビューなんかでも話しされてましたけど、まあそうですよね。それまでは、でも、薬剤師という医療者として、はい、当然、癌になる人も、患者の方も来られるでしょうし、はい、そうです、そうです。接してはいるわけですよね。はい、接しております。うん、でもね、その、がんって言われると真っ白になるんですよね、頭の中がとかいうこともありますけども、うん、告知受けて自分の余命を考えた瞬間に、なんか、例えれば、例えば、高校生の時に3人で仲良く電車に乗って、家に向かって、わちゃわちゃと喋りながら帰っているような場面、うん、電車の中の場面で、その時に、自分一人だけに聞こえる声が聞こえてきて、後ろから何者かが肩をトントンって叩いて、ふっと振り返ると、君は次の駅で降りるんだよ。って言われてる感覚なんですよ。なんか怖いですね。で、次覚えているのは、次に頭の中出てくるのは、電車も行ってしまって、プラットホームに一人だけ降りてる。時間軸っていうのはみんな同じように同じ方向に向かって電車に乗って進んでるんだ。みんな同じように明日が来るんだ。希望を持とうよ。っていう、それが覆ったんです。こういうことなんだって。あの経験はやっぱり自分の中ですごかったですよね。だから、本当になんか、建物見ても、阪神淡路大震災で街が全体が壊れていったっていうのも分かってるんですけども、あの時と同じ感覚なんですよ。何気なく建ってる建物、何気なく歩いてる人たち、ここから自分だけがいなくなるって。あとは何も変わらない。これが現実なんだって。で、その流れって、たまたま私、お坊さん、まあ、取ってらっしゃる方はわかると思うんですけども、何気に、教師の資格、一つ上の教師の資格、いわゆる住職にもなれますよという資格を取りました。教師になったらどうなのかっていうことはほとんど知らないけども、ちゃんと勉強して取りました。そうすると、西本願寺が、ビハーラの、阿蘇ビハーラ病院っていう、病院を持ってたんですけども、はい、そこのところは初めて研修生を
三原僧侶、キリスト教でいうチャプレンですよね、はい、あの研修生を募集しますよっていうの時に教師を持ってたらいけるってあちょっと取ったやんとか思ってでそこのところに応募してで結果そこに行くようになって癌で亡くなっていく人を直接お話しするようになっていくんですよね、うん、そうするとその人が全部自分に見えてくるんですよ、うん、一緒やん同じ胃がんやん同じステージ3やんえこの人は先週こんな風に私と喋ってたけど今週はもう亡くなる前面みたいな、なんかそういう呼吸になってる、うん。で、私がおる中でも、数時間の間でも亡くなられて、今度、ホールにお連れして、常駐の坊さんがお経をあげる、うん。で、後ろには、付き添いさん、もう今、遺族さん。で、その後ろには、スタッフが、なんか10人、20人いて、みんなでお経をあげた後に、その人の思い出を語る。その時に亡くなった人の足を担当の看護師がずっとさすってる。で、あそこの玄関からみんなでありがとうございましたっていう、そういう病院だったんですよね。うん、で、もうすぐ自分もそうなるんや。そうなるんや。あの時ポンポンって肩を叩かれたように、それって急にふっと来るんだっていうことを目の前で亡くなっていく人から感じ取っていくと不思議なほど楽になってきて、うん、おえ知らんかったわなんやん死んでいけるんやん、うん、教えてもらわなくったって失敗した人は今までいないんやうん、どこで死ぬかだとか、うん、どう死ぬかとか、痛みたくないとか、家族に囲まれて死にたいとか、いっぱい思うけど、あそこに行ってて見えてきたのは、そんなこと思ってたって、そうなれへんときはなれへんねん、うん。それは野田先生にも教えていただきました、うん。そうか。いくら望んで、周りの人がそうセッティングしてあげたくっても、できないことってあるんだ、うん、であれば私にできることなんだろうそれまでの時間それをその時間をどう生きていくのかそこだけだってそれからがん患者グループ譲り派という会を生き方を考える患者会として少しハンドルを回していわゆる治療方法だとか社会制度だとかそんなことは一切言わずに、がんになったらどう生きていくのかっていうことを、患者だけでなくて、遺族も、遺族になったあなたがどう生きていくのか。がんの夫を見とった、その歴史を持ったあなたがこれからどう生きていくのかっていうことを共に考える場として、がん患者グループ譲り派という、毎月開いている定例会を、そこを主に活動することになりました。そっか、じゃあ、その、ご自身が、まあ、がんになって、で、まあ、手術とかもされて、はい、で、まあ、その経過は良かったけれども、そうそうなんです。けれども、まあ、とはいえ、まあ、がんになったということは、まあ、初めての人も同じですけど、まあ、再発っていう可能性も、まあ、常にあるし、そうです。でそういう中で、そのビハーラの方に行かれて患者の会はされていたけれどもでもだんだんその制度とかなんだとかっていうことじゃなくこう質が変わっていったっていうことなんですかねそうです、うん、なんか本当になんかいくらもうちょっと抗がん剤で生きたいよねとか、うん、少しでも寿命を伸ばしたいよね、うん、なんか新しい治療方法があるらしいよとかそう、うん、薬剤師だから宮本先生知ってるでしょとかそんな感じになるんですけども、うん、いやごめん薬剤師で薬のこともあなた方よりは知っている、うん、で
でもね、私は思ってることがあってね。で、そこから切り替えたんですけども、うん、例えば、がんの人って、やっぱり家族に分かってくれないっていうこと、思いを持ってあったり、あるいは医療者が冷たい、分かってないとかいう思いをずっと持っていらっしゃいます。うん、で、初めて、医療者にいらっしゃった方が、もう家族が分かってくれへんから、もうどうしようもないわ、とか、うわーっとぶちまける人もいらっしゃいます。うん、で、その方に向かって、一通りが聞いた後、お聞きはするんですけども、うん、おっしゃりたい気持ちは十分にわかります。十分にわかりますけども、癌ですよね。死にますよね。残り時間の中であなたがなさることは、それだけで本当にいいんですか？うん。どんどん時間はなくなりますよ。癌で死にたくない、死にたくないっておっしゃるけども、癌で死ぬわけではないんです。生まれてきたから死ぬ。うん。ただそれだけです。さあ何ができるか、何をすべきなのか、ここで一緒に考えませんかって。うん。その、癌の患者さんに向かって死ぬっていうことを言葉にするのは、いわゆる病院の薬剤師として、いわゆる医療者としては言えなかったんです。はい。死ぬということは、言ってくれるなっていう思いが患者さん側にやっぱりあります。うん。ですから、いくら思ってても、それは言葉には、その立場では言葉にできないです。そうですね。医療者は、そもそもやっぱり、いかに死ななくするかっていうところがゴール、ね。それがゴールなんです。うん。まあ、その意味では、医療は常に敗北であると。そうなんです。必ず、どっかで死なない人はいない、うん。そうなんです。でも、そこはその漱石をいただいたっていうところもあって、死ぬっていうことははっきり言える。で、なおかつ、うん、がんじゃないやつに分かるか、いやいやいや、同じがんですしね、とも言える。うん、で、薬剤師なので、例えば抗がん剤の限界だとか、どんな副作用があるかだとか、そんなことも見てくる。で、あそこに行った経験、その辺を見ていくと、なんか、うん、ごめん、残り時間ってすごく大事なのよ。だからそこをどう使うのかっていうことを考えるのがあなたが今すべきことでしょって。うん、不満を言えば、不満を言っているあなたの姿だけがご家族の中に残っていくんですよ。うん。その姿を、ね、ずっとあなたが亡くなった後も、ご家族さんの中に残したいですかって。うん。そっから考えましょうっていうのがうちのスタンスになりました。本当にそうですね。だから全国患者会いっぱいあります。うん。私いろんなこう団体集めてがん患者団体支援機構っていうところの副理事長もやらせていただいたりします。いろんな会あるんですけども、がんの患者会の代表でやっても死ぬっていうことはやっぱり言いにくいんですよ、うん、希望を持ちましょうって、大丈夫よ、うん、新薬ももうすぐ出てくるし一緒に頑張りましょうっていうのがスタンスなんです、うん、多分そういう意味で私はちょっと違うところに立ってる、うん、それは自分では思います、うん、でもそれは現実っていうのは野田先生に教えていただきましたけども、私のために、私にとって都合のいいように用意されているものが人生ではない、そこをどう生きていくのかっていうことを考える知恵が仏法の中にある。うん。それを野田先生から、なんか、うん、大きな贈り物として受け取った。で、それをなんか活かせる場に私はそっちにだんだん近づいていったっていうような感じですね。うん、譲り派ってつけたのは何か？譲り派は前の代表が、立ち上げが関わってたんですけども、なんか私がネーミングしたわけではないんです。うん、でも、振り返ってみると、この譲り派ってすごいいいなっていうのは、うん、新しい芽が出てきた時に古い芽が譲る、うん、そのことで木全体が生き生きとしていく、うん、そういうところがあって譲り派という名前がついたらしいんですよね。これ発言に気をつけなければいけないのかもしれませんけども、今日本の文化社会福祉だとかいうことは、例えば葉っぱが黄色になりかけた時に、うん、みんなで黄色の葉っぱを支えようとします、うん、
落ちないように、ちょっとでも長いこと言ってねって。緑の葉がいっぱい葉っぱが集まってきます。でもね、葉っぱが黄色になるっていうのは、やっぱり時間が来てるんですよね、うん。で、緑の葉っぱっていうのは、黄色の葉っぱを支えるために生まれてきたんじゃないはずなんです。木全体のために何ができるかっていうことを緑一生懸命しなければいけないのに、黄色のところばっかり見ていく。うん、で、冷たいようですけども、黄色になってどんどん赤っぽくなって、いずれ落ちるんです。でも、落ちるけども、それは地面でまた栄養となって木を育てていく。そうですね。そんな風な譲り葉っていうのを私はイメージするようになってます。うん、すごい。素敵な名前ですね。僕も、最近お掃除を、広めていて、お掃除文化というか、はい、まあ、掃除は一つ、仏教の修行とかでも、まあ、大事なパートになっていて、っていうので、で、特に、まあ、好きなのが落ち葉ですよね。はい、うん、落ち葉を吐く、吐く。で、まあ、吐いてると、その、木の全体、のことをこう見ながら、最近教えてもらったんですけど、数学者の森田正夫さんっていう、まあ、友人がいまして、で、その森田さんが、そう、かつて、すごい、活躍して、まあ、もう亡くなられたんですけど、岡清さんっていう数学者が、その宇宙樹っていう話をされたらしいんですね。その、人間は要は、まあ、葉っぱみたいな存在であると。うん、で、まあ、なんか植物学者の人が言うにも、葉っぱ一つ一つっていうのは、まあ、もしその植物と、を動物になぞらえるならば、まあ、葉っぱの部分が動物的なあり方で、まあ、その一つ一つが、まあ、その、決まった形としてできてくると。基本的には。なんだけれども、でも、木、枝とか幹とか、木の方、そっちの方はいろんな風になるし、まあ、切ってもまたそれはそれとしてこう育っていくっていう、まあ、それがだから、まあ、地球とか宇宙とか、まあ、それとこう重ねて見れるんじゃないかって、まあ、そういうお話らしいんですけど、本当、まあ、落ち葉を吐きながら、ああそうか、まあ、自分が葉っぱだとしたら、うん、この木全体が、まあ、地球なのか宇宙なのか、まあ、森が宇宙なのかな、まあ、そんな感じでこう見ていくと、まあ、生えてる落ち葉は寿命を全うした、ね、人間一人一人もまあ見えてきたりして、で、まあ、そんな気持ちで生えてるとまたそれが肥料になるんですもんね。そうですね。そう。だから、宇宙樹って言われると確かになと思って、これ全体循環してるんだな。だから、掃除をしながら結構寂しくないんですよね。はいはいはい。そう。循環が感じられて、はい、うん。うん。それが特に、お寺とか神社とかって、の境内を掃除するっていうのは実は、ゴミは落ちてないんですよね。みんなあんまり捨てないし、まあもともときれいにされてるので。だから境内を掃除するっていうのはまさにその循環を感じるような営みになってて、すごく気に入ってるんですけど。なるほど。譲り葉。そうですよね。はい。じゃあ今日はお時間も参りまして、この辺で。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。
ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。世間の税公衆少年天然
行法蓮華経断然音菩薩不問本芸を不術集むるところの愚毒は第四教主恩師坂無二仏高僧上与大師大僧上在大師現座道場次元地本尊無量寿阿弥陀如来供養し立て祭り無常仏菩提を承認す五方の書店五方の勝者東山都市五河南新城方志郎大元首里菩薩葛藤の審査西区県通海に王徳郎は国道の馬も悪く十方の旦那副中将級三門校に大使腕章北海の岩敷と同じく七尾窓か二千五と心ごとに
義あらざれば来日また赴くどうすれば下級をなしたがえば胡蝶におつ拝足ともに稲荷大多樹のごとしただ盆栽に表せばすなわち善なに属すや繁昌明天京風呂者のために祈りとなる用いで食を抜くいにあらずといえどもこれどなきにあらず法教に臨んで教養愛見るがごとし何時これ彼にあらず彼まさにこれ何時世のようにのごそう玩具するがごとし不幸不来不義不樹ばばわわうくむくついにものおいまだただしからざるがゆえに十里立公園長へごたたんで三となり演じすぎて異なる地層の味わいのごとく今後の著のごとし小中妙教交渉並び悪臭に通じとに通ず兄弟兵路若年なると現場きつなり盆をすべからず天心にして妙なり名誉に属せず因縁自節若年として少女す際には無権に入り代には往生せす老骨の互い理論によせず今頓然あり収集を律するによせ収集はすなわちこれ聞くなり出自主義は丸も心情る中岡弱に打ち動くはつなげる駒浮くせるネズミ戦勝これを悲しんで法の断となるその天道に従って死をもて外なす天道聡明すれば後進自ら許す虎徹にかなわんと要せば公然公関税を仏道を上ずるに難難として実行樹を感ず虎の影猿のごとく馬の嫁のごとしげれつわるをもて法規新漁協威あるをもて犬が苔は氷に思うてヤポニアス戦法愛用用力なんぞわずからん国人まさに歌い責任を立てもう常識の至るにあらずむしろ白い蓮や神は君に武士子は父に純す純ぜざれば子にあらず武せざれば子にあらず戦法密用悪のごとくろのごとしならよく相続するは主中の主となずく青き恋に枠は信じ伏して召喚もたれ構え将来法教三昧を付出す集めるところの主君は今私仏大予想式仏大予想美尺仏大予想ブルソン仏大予想ブナゴン無理仏大予想多少仏大予想お釈迦無理仏大予想マカカ小大予想アナンダ大予想小ナワシュ大予想ウワギフダ大予想大高大予想ミシャカ大予想バシュミツ大予想仏ダナン大大予想ウダミータ大予想バリシバ大予想ウナヤサ大予想アナボテ大予想、カビムラ大予想、ニャガラシュナ大予想、カナダイバ大予想、ラゴラタ大予想、ソギャナン大大予想、カヤシャタ大予想、クモラタ大予想、シャヤタ大予想、ワシュバンズ大予想、マヌラ大予想、
各六が大予想、四十五大大予想、馬車下大予想、不女見た大予想、半若から大予想、菩提亜沼大予想、大添えか大予想、漢字総三大予想、大移動神大予想、大満公人大予想、大官移動大予想、制限行事大予想、赤道基線大予想、薬山異縁大予想、雲南尊上大予想、東山領海大予想、雲後同様大予想、東安同意大予想、東安監視大予想、両山沿岸大予想、大洋狂言大予想、東杉星大予想、不陽同海大予想、短歌詩順大予想、長路清涼大予想、天道総格大予想、絶頂時間大予想、天道女性大予想、永平道元大予想、幸運営上大予想、鉄通議会大予想、計算条件大予想、八角大予想のために仕立て祭り、上地を飲む福音こと。ちなみに、法然解散大予想、歴史提案解散大予想、歴史小国解散大予想、歴史価格大予想に視線して、本業創造戦ごと、
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。